セレノアはウォルフォート領内のローゼル族を守るためにシルビオを撃った。しかし命令に逆らったことはすぐに教皇のもとに伝わり、ハイサンドはウォルフォート家を討伐すべく大軍を差し向ける。討伐軍は明日にも到着する。何らかの対策を見つけなければローゼル族の村とともにウォルフォート家は最後を迎えるである。時間は残されていなかった。我々のためにウォルフォート家が。私たちが決めたことだ。ジェルムたちのせいではない。はい、同胞を助けられてよかった。フレデリカ様、あなたの母上はローゼル族のオルレア様でしたね。オルレア様と同じくあなたも我々を救ってくれた。運命を感じますよ。母様を知っているのですか？ジェロム、どこでそれを。彼女のことはお前たちには伝えていないはずだ。昔父母がこっそり話しているのを聞いた。なぜ長老たちは恩人のことを隠すんだ？それは再び迫害される恐れがあるからだ。迫害ならもう起こっている。頼む、フレデリカ様に話してあげてくれ。ローゼル族がハイサンドから迫害されてきた歴史はご存知ですな。オルレア様は30年前に縁故で起こったローゼル大蜂起の指導者だった。我らは彼女に導かれてハイサンドを脱し、ウォルフォート領へと逃げ落ちたのです。気丈な方でした。蜂起の際、女神像に大きな傷をつけたほどの。縁故に立つ巨大な女神像に、そんな話聞いたこともない。ハイサンドがこんな不祥事を外に漏らすはずはない。でも私たちローゼルには伝わっているのです。知らなかった。母様が大蜂起に関わっていたなんて。その時私の父がこの村を与えたのだな。はい、しかしオルレア様はハイサンドに残る同胞のために戦い続けようとした。争いに疲れた我々はこの地での平穏な暮らしを望み、彼女と袂を分かったのです。そして母様は放浪の末、エスフロストに救われたのですね。ありがとう。母のことを知れて嬉しく思います。オルレア様はこう言って同胞を鼓舞されたそうですよ。女神教の教えは偽りなり、女神の加護はあまねくノゼリアにあり、真なる女神の加護こそがローゼルを解放する鍵であり、力となると。お前はそんなことまで。今の言葉もう一度頼む。女神教の教えは偽りなり、女神の加護はあまねくノゼリアにあり、真なる女神の加護こそがローゼルを解放する鍵であり、力となるです。つまり女神教の教えを揺るがす鍵が存在するということか。それを手に入れればハイサンドに対抗できる。長老、鍵とは何だ？詳しいことを知らないか？さて、私にはさっぱり。
何かは分かりませんが、俺の両親はオルレア様は鍵を村に残したと言っていました。鍵がここにあるのですか？ジェロム、ご両親と話をさせてください。それは無理です。どちらも随分前に亡くなりました。セレノア様、鍵を探しましょう。雲をつかむような話ですが、これにかけるしかない。わかった。かすかな希望だが、探してみよう。
長老、ローゼルの未来のため鍵について話してくれないか。セレノア様、私は鍵など知りません。一体何のことやら。薄紅色の鏡が鍵なのではないか。ああ、この鏡は。この薄紅色の文様、かなり古いものに見える。ローゼルの伝承に関係があるのでは。これは私がかつて亡き妻に送った鏡です。なくしてしまったと思っていたが。そうですか、元がわからぬほど錆びていたのですね。これが鍵なのか。いいえ、見つけてくれたのはありがたいのですが、鍵などではありません。鍵ではなかったか。薄紅色の毛皮が鍵なのではないか。これはこの辺りに住む薄紅イノシシの毛皮です。城や港の近くではあまり見かけませんかな。そうなのか。セレノア様、私はただの老人です。本当に鍵のことなど知らないのですよ。ここで得られた情報は全て長老にぶつけた。鍵につながる手がかりは見つけられなかったということか。朝だ。ついぞ、何も見つからなかったな。ロラン様、頼みがあります。なんだ。どうかフレデリカを連れて逃げてください。セレノア、生きてください。でもあなたたちは。我らはここに残ります。モルフォート家の一員だと私におっしゃったのは嘘だったのですか。私は残ります、あなたの妻として。フレデリカ。俺も残る。最後はお前の友として戦わせてくれ。ロラン様、私はたとえこの身果てようともドラン様をお守りします。私もフレデリカを見届けます。ベネディクト様。アンナ、お前は。それ以上は言わないでください。お供します。アンナ。しんみりするな。モルフォート家らしくないぞ。そうだな、最後まで前を向いて進もう。誰一人ここを離れないのか。分かった、共に戦おう。ウォルフォートの名は今日歴史から姿を消すだろう。だが恐れることはない。ハイサンドの兵どもの魂に深々と刻み込め。ノゼリアリー、ウォルフォートあり。聖ハイサンド大教国の誇る大軍勢は夜明けとともにローゼル族の村に立てこもる
ウォルホート家に襲いかかった。圧倒的な戦力差にもかかわらず、戦は長く激しく続いた。そしてその夜、ウォルホートの名はノゼリアの地図の上から姿を消した。彼らに対する人々の評価は分かれる。信念を貫いた悲劇の英雄、展望なき正義を掲げた無双家、だがほどなく彼らを語る声さえも消え去る。ノゼリアの大地に残ったのは血と炎、いつ終わるとも知れぬ戦乱だけである。